こんにちは。今日は静岡学園の優勝メンバーに選手輩出ナンバーワンの育成コーチがね、普段練習とか試合で言うこと言わないことをね、見ていきたいと思います。で、まあ2つあるんですけど、一つは、まあ、こういうね、ボール回しの時に、でもう一個はフォワードの選手に対してね、言うこととか言わないこととかっていうのをね、見ていきたいと思います。で、これ4対4のね、赤と緑で4対4のボール回しをしてるんですけど、まあ、こういう時にこの選手が、相手がプレッシャーかかってきた時にシンプルにこの選手を使うのは使うなって言います。シンプルにここ使うなってな、これもう逃げてんのやってね。で、最初僕もね、それ練習中言ってんの見ててあんまよくわからなかったんですけど、まあね、前の動画でも言いましたけど、大事なのは対人なんで、これシンプルにここに渡してしまうとフリーだからって、ここのね、対人でこの選手が伸びる部分がなくなってしまうんで、まあ、シンプルにね、ここを使うな、広く使うなってね、いうことがあります。だから言わないこととしたら、もうフリーの選手がいるからってすぐ使うな、すぐ使えっていうのは言わないし、ね、逆にもうすぐ使うな、自分でここをね、この局面を打開してからボールを出せっていうようなことをね、言われます。で、まあ、ちょっと試合のね、映像で見たいんですけど、まあ試合の状況とかね、選手の位置によっても変わると思うんですけど、まあ、このね、右サイドの選手からセンターバックがもらって、もう簡単にね、何も考えずにこう左サイドの選手にを使ったり、広く使ったりとか、まあ、来たボールをワンタッチで返したりとかするなっていうね、風に、まあ、試合によっては言うこともあるんですけど、基本的にはね、あんまりそのシンプルにこう広く早くせーとかっていうのは、まあ、試合とまたこのボール回しじゃね、またちょっと違うんですけど、このボール回しの時にはね、特に簡単にこの他の人に渡したりする選手にはそういうことするなってね、言います。だから逆にこうやってサポートがこう来てたとしても、もうここをね、ちょっとプレッシャー来たからもう早く使えとかっていうのは言わないですね。それはまあやっぱここの対人のね、スキルを伸ばすためっていうのにっていう考え方でね、いいと思います。で、もう一つはフォワードの選手にね、これルーズボールからちょっとルーズボールになって、まあボールがね、このフォワードの選手に入るんですけど、本質に沿ったサッカーの本質に沿ったサッカーのサッカーコーチっていうのは、こういう時に何を言うかっていうと、この選手っていうのは、まあ、足が速くてちょっと体が大きくて、で技術的にはちょっと劣るんですよね。でそういう選手に対してサッカーの本質に沿ったサッカーをしてるチームのコーチが何て言われるかっていうと、もう簡単に落としてゴール前に入っていけとか、もうこういう中盤の位置ではシンプルにして、もう相手の一番怖いところに入っていけっていうんですよね。でもちろんそれはね、悪いことじゃないんですけど、この選手の存在意義とか、この選手個人のことを考えた時に、こういう位置でもうバックパスだけしてる選手とか、バックパスだけ探す選手って、もうこういう後ろの選手からしたら怖くないですよね。あ、ここら辺は下げるわって。だそういうのは、そういうことは言わないです。ね、その育成コーチはもう簡単に後ろに下げろとか、
シンプルにこう前向いてるやつ使えとかっていうのはね言わないです。でどっちかっていうともう自分で前向けとか前向くのを忘れるなんて。でこのシーンの後この選手前向くんですけど、まあ、やっぱりそういうこと言ってあげないとこういう位置でボール受けた時に前向かなかったと思うし、まあ、そういうこと言われてるから、まあ、前がねもう向けるようになって、まあ、ここねパッて前向くんですけど、まあ、勝負して、ねまあ、ファールもらってそうやってまあシンプルにせえとか後ろ使えとか前向いてるやつ使えっていうのはねあんまり言われないですね。前向けとか逆に前向けとかね前向くの忘れんなって常にこう前向けるかどうかは狙っとけっていうね言われます。まあそれがね、その育成コーチはね言われること言われないことなんですけど、まあ、やっぱりねどこに行き着くかって言ったら、まあ、以前の動画でね言いましたけどこう優先順位とスピードじゃなくて、まあ、ボールを持つ扱えるそして対人のところを鍛えるために、まあ、シンプルにさせるんじゃなく自分で目の前の対人のところをね鍛えるっていうところに、まあ、言葉で言うとね落ち着くと思います。だから、まあ、自分自身がねこう今サッカーしてる子供とかでもそうですし、まあ、サッカーしてる子供さんの親御さんとかもやっぱりこうサッカーってやっぱプレッシャーがかかるんでどうしてもねストレスがかかると自分でボール持ちたくないって他の人に渡したい他の人にこう何とかしてもらいたいってね特に技術がついてないうちはそう思うってねそういうプレーに行きがちなんですけど、まあ、そういうプレーばっかり選択してたらもう上手くなるわけがないんで、まあ、そういうプレーもそういうプレーしてしまったねって認めながらじゃあ自分で何かできなかっただろうかとか自分で前向くっていうことができなかっただろうかって聞いてあげると、まあ、伸びる幅がね選手の伸びる幅が広がるし、まあ、自分が選手自身だったらやっぱそういうところを、簡単にプレーしてとか簡単に落としてうまくいったから OK じゃなくてやっぱり自分で何かできなかっただろうかっていうのを常にこう自分プレー終わった後とかにちょっと考えられたりとかするとやっぱ把握するねこう幅がね広がるんで後ろだけ見てたらもうね後ろの前向いてる味方だけ見ときゃいいんですけど前向こうと思ったらやっぱりね自分の背後のディフェンスとの距離がどうだったかとかね把握する量も増えてくるんでやっぱり選手としてはストレスかかりますけどミスも増えていくかもしれないけど選手としての成長は絶対そっちの方が成長するんでね自分で前向けなかったか、まあ、シンプルにせずに自分でこう局面を打開するっていう可能性はなかったかっていうのをね見てもらえると見てもらったりとか反省っていうか反省してもらうと選手としてはねすごく伸びていくと思います。以上です。今日もありがとうございました。